名古屋市立八事小学校は、名古屋市昭和区五軒屋町にある公立小学校。八事小学校の前身は、1936年2月に、設立の市立の南山小学校である。これは、財団法人南無山中学校が設立したもので、同校は、児童中心主義の教育を掲げていたが、 卒業生を出すことなく、1941年4月の国民学校令志行を目前に名古屋市へ遺憾の上で廃止され、後地にヤゴ国民学校が設立されることとなった。学校の創立について、昭和区市では1941年4月にヤゴ国民学校として、愛知県小中学校市では同年3月31日に、 矢後と尋常小学校として設立されたとしている。名古屋市内の国民学校の下半は何らかの被害を受けたが、矢後と国民学校については繊細には合わないまま終戦を迎えている。戦後、名古屋市立矢後と小学校として再出発した後、1953年10月には滝川町31番地に分校を設置している。 開設から10年後の1963年4月に至って文校の通学区域を名古屋市電矢ゴ線以北と限ることとなった。文校はその2年後に名古屋市立滝川小学校として独立を果たしている。また、1954年には知的障害児施設である矢ゴ少年寮にも文教場が設けられている。矢ゴ少年寮は 1937年、名古屋大学教授であった杉田直樹の手により運営された施設で、1949年に秋の理解が継承したものである。1965年には三好学園となり、その後小原学園となっている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、 現在、昭和区のうち、上野山城、駒方町、五軒山地、潮見町の全域及び南無山町、段形通り1から2.5丁目、花見通り2から3丁目、早戸町、広地町の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立駒方中学校となっている。ありがとうございます。